皆さんこんにちは。今回は結構前、5月ぐらいに旅行に行った動画に声を入れてアップしたいと思います。アップできていなかった動画をまとめました。ではどうぞ。はい、こちらファーストクラスのなんかアートのなんかよくわかんないものが置いてあったので、これを動画撮りました。これは人生初の満員電車です。すごい、もう夕方だったんですけど、もうちょうどね満員時間に重なっちゃってね。はい、これは鎌倉で食べたチュロスです。一番美味しかったですね。あの本場の中華とかいろいろ食べたんですけど一番美味しかったのはこのねチュロスでしたね。本場の中華の方が高いでしょうって感じなんですけどね。これちなみに400円ぐらいだったんですけど、このチュロスが美味しかったですね。もう本当にここで揚げてくれたので揚げたてを食べれました。これはこんな感じで蜂蜜屋さんになります。私はここでブルーベリー蜂蜜っていうものなど買いました。あと柚子のやつも買いました。帰ってからヨーグルトにかけて食べたんですけど、とっても美味しかったです。でこの間小樽に行った時もこのお店があったので、あちこちに意外とあるのかな。これは幸せのパンケーキっていうお店です。なんか人の喋ってる音とかがギャーって言ってるんですけど、はい、すいません、早送りしてます。ちょっと食べるのがっていうか切るのが遅かったので。でなんか思ったよりも卵感が強くて、なんかあんまりね、なんか想像してたより甘くないなみたいな。ちょっと卵感が強くて、フルーツとかのパンケーキの方が良かったかなと思いました。でも美味しかったです。はい、これはねブローチ屋さんです。おばあちゃんのお土産で、おばあちゃんがブローチ好きなのでブローチ買ってあげたいなと思って、1000円だったかな、1つ1000円だったので買いました。私はちなみにね、フクロウかなのブローチを買ってあげました。おばあちゃんね、なんかフクロウとか好きなんでね。はい、これはペーパーナプキンです。もっと買っておけばよかったな。左のスズランっぽい柄とかめっちゃ可愛かったのに買わなかったので、ちょっと心残りがありますけれども、また行ったら絶対買いたいなと思います。私の顔も映ってる、めっちゃ真剣じゃん。はい、これは山下公園での様子になります。すごいたくさんお花が咲いてて、初めて行ったんですけどね、めっちゃ花が咲いてました。でもなんかみんなね傘さしてると思うんですけど、私は雨なんか無視してひたすら撮影しておりました。でも実際のところ雨が降っているので肩が濡れております。いろんな花が咲いてましたね。とっても綺麗で色とりどりのお花がたくさん咲いております。とっても綺麗ですね。こういうお花とか見れるとね、なんか心が洗われるような感じで気持ちいい気持ちになりますよね。気持ちいい気持ちっていうか、なんていうの、なんかほんわかしますよね。疲れも吹っ飛ぶぞみたいな感じ。そんな感じですかね。はい、これはねめっちゃなんかよくわかんないんですけど、なんか迷路の上の部分だけみたいな、こういう柵みたいな感じ、なんていうの、こういうのなんかよくわかんないけど、こういうくぐる系のやつとかめっちゃいいですよね。家の庭がこんなんだったらどれだけ幸せなことかみたいな、ちびまる子ちゃんの花輪くんのお庭とかこんな感じなんだろうなみたいな勝手に思っておりました。はい、すごい綺麗で結構ね割と広かったですね。たくさんお花が咲いてました。ドアップ、はい、これはお台場に向かっている、確か電車だったかな、なんかいろんな乗り物乗りすぎてわかんないんですけど、地下鉄ではなかったですね。多分電車なのかな、電車となんか乗り物の区別がつかなすぎてわかんないんだけど、多分電車なのかな。はい、あーちょっとカメラが揺れてる、すいません。車の中で、車じゃないや、乗り物の中で撮影してるんでね、ちょっと揺れてるんですけど、こんな感じです。お台場はね行ったことあるんですけどね、めちゃめちゃねもう楽しみで、これはデザインフェスタに向かっているお台場の様子でございます。デザインフェスタ無事行けてよかったですね。はい、とってもウキウキの気分で電車に乗っておりました。東京とかでいっぱい乗り物とか乗ったんですけどね、ちょっと克服できたかなと思います。克服ってなんだよ。はい、いろいろ乗ってね、バスとか1時間とか乗ってたのもね頑張ったのでね、
いろいろ経験してよかったなって思いました。はい、もう今から北海道に帰ります。これは空港です。もう少ししてから乗るんですけど、1週間ぐらい東京にいて、今から北海道に帰るんですけど、夜の便なので結構暗いんですけど飛行機に乗ります。行きは想像してたよりも早く着いたんですけど、まあ、帰りはね多分もう今眠たいので多分寝ちゃうと思うんですけど、ちょっとドキドキだけど飛行機に乗って帰ります。早く愛犬のワンちゃんにも会いたいので、はい、楽しみですね、会うのが。でパパも空港に迎えに来てくれるのでその後帰ります。ではバイバイ東京。この映してる飛行機に乗っているのかどうかわからないです。何の飛行機に乗ったかわかんないんですけど、なんかそこにあった飛行機を映しただけなので、あの飛行機に乗ったのかどうかっていうのは不明です。帰りはファーストクラスじゃなかったので普通に帰りました。とっても楽しかったです。またね、行くので。